皆さんこんにちは。今日は車の窓カバーの続きです。新聞紙を窓へ挟んで、ペンで型を取ります。ペンで印をつけたところを切っていきます。型紙を窓へ当ててサイズを確認。でもう一回ちょっと貼ったらちょっと隙間できちゃってました。懐かしいね。こんなの持ってる人いないよね。じゃあ終わりにはこういうの取ってるね。使えるからね。両端をちょっと止めて。もう5時過ぎてんだけどね。5時過ぎて撮影をやっております。ね、ライトなしでね。ちょっとね外側にしないといけないね。あ、ちょっといい感じ。この間のシャーペンより書きやすいな。全然映ってないね。違うかもしれないから、で裏表間違えそうだから前後って書いておきました。で左窓、左の写真だったら写る。
これを取ってガムテープでつけてみました。これでね、それはそのこれでさっきやったらパッと取りました。結構簡単、これスッと取れる。あ、これ簡単、これいいじゃん、これいいじゃん。これない時ね、すげえ外すの大変だったよさっき。これあるだけすげえ楽じゃん、これすげえ楽。出来上がりますよね。これはね、裏側もちゃんとしっかり出来上がりました。チャンネル登録よろしくお願いします。